アクア川平戸長屋川合流点カシオ川とマイオカ川の合流点カシオ川は神奈川県南部を流れる二級河川境川の支流である戸部川とも呼ばれる全長は戸塚区カシオ町から藤沢市川名で境川と合流するまでの約1 1トル、流域面積は約84平方キロメートル。源流である 戸塚区の周囲の区から流れる複数の小川の内江南区から流れる平戸長谷川と瀬谷区から流れるアクア川が合流する戸塚区柏か町付近から柏し川の名称に変わる。戸塚駅付近より大船駅付近まで JR 東海道本線沿いを流れ手広付近までは神奈川県道304号腰越,越大船線にほぼ平行に沿う。手広付近からは 神奈川県道32号藤沢鎌倉線を藤沢駅方向に流れ藤沢市川名で境川に合流する流域は工場や宅地が数多く立ち並んでいるため高度経済成長期頃になると大量の工場排水生活排水が川に流れるようになったこのため川はヘドロで淀み夏場になると悪臭が漂うドブ川となっていたが 下水処理網の整備が進んだことなどにより近年では、川鳥や川魚が生息できるような状態に改善されている。戸塚駅から大船駅までの堤防には、江戸時代から続く桜並木があり、地域住民の憩いの場となっている。水質を抱くによって一事業が見られなくなっていた、カシオ川だが、工場排水、生活排水の減少に伴い、 まずコイやフナといった比較的水質汚染に耐性のある魚が多く繁殖した。長年にわたるメダカやオイカワなどの放流によって、これらの魚も次第に定着し、近年ではさらなる水質の改善に伴って、アユ、スズキの素状も見られるようになった。他にウナギ、ナマズ、モツゴ、土ウなどが魚類では確認されている。甲殻類ではアメリカザリガニ、スジエビ、 沼エビ、テナガエビなどがいる。両生類、爬虫類としては、牛ガエル、アマガエル、ミシシッピーアカミミガメ、クサガメなどが繁殖している。水質の改善によって、魚が生息するようになると、それらを餌にする鳥たちも集まるようになった。カシオ川では1990年代頃からサギ類やカモ類などの水鳥が頻繁に見られるようになり、少数ながらカワセミも見られる。 川口部では、カモメなども数多く見られる。絶滅危惧二類に指定され、千葉、神奈川、高知、宮崎の4県のみに生育する赤羽中の多年草、水金梅の自生地となっている。水金梅が自生する都市河川は、全国でもカシオ川のみである。カシオ川は、大雨が降るたびに氾濫し、 また晴天が数日続くと日上がってしまい流域の住民を困らせていたが、近世以降にたびたび行われた治水工事によって次第に水害、考えは減少していった。しかし1955年頃から始まる周辺地域の急速な宅地化によって、それまで水を蓄えていた水田、森林が減少すると、 カシオ川の保水能力は低下し再び氾濫が頻発するようになった。1976年の台風17号の集中豪雨による氾濫では近隣の矢部団地へ濁水が流れ込みボートで救出活動が行われたこともあった。対策として1965年頃より遊水地の設置や川幅の拡張、川底の浚雪など、 さらなる治水環境の整備がたびたび行われたため、1982年以降、大きな氾濫は耐えることになる。久しく、水害とは縁のなかったカシオ川だったが、2004年10月9日に関東地方を襲った台風22号では、低地となっている大船駅周辺など広い範囲で氾濫を起こし、大きな被害を残した。2014年10月6日に襲った、 台風18号では、カシオ川の避難判断水位を超え、内水氾濫の状態となり、大船駅東口周辺など10件の道路冠水が発生、横浜市営地下鉄ブルーライン、戸塚駅が浸水し、鉄道各社も大幅な遅延や運休が生じ多大な被害を起こした。このため、地域住民からは、治水対策の見直しを訴える声も聞かれた。ありがとうございます。